はい、どうも。おはようございます。おはようございます。クリアジンズです。レス。レブス,ブス。歴史の話しましょう。<イ>なんかヤモティってたまにさ、いや、歴史のさ、うん、ヤモティ歴史好きああ、これ難しいね。うん。歴史が好きかと言われると好きじゃないんだけど、うん。その、なんか、偉人のストーリーとか、 偉人間でのいざこざのストーリーみたいなとか、結果、帰結としてどうなったかから得られる学びとか、うん、なんかそういうのはすごい好き。うん。うん、いや、なんかそのイメージある。うんうんうん。なんか古い王様とかの話好きそう。好き好き。好き。うん、あ好きっていうか、なんか<え>、うん、王様、そうだね。な、なんだろう。あの、何らかの、えー、っと、人を束ねて成果を出す。 職種の方々が過去にもいらっしゃるわけじゃないですか。その王様とか、将軍とか。<laughs> 職種ね。うん,うん。そういう職種の方々いらっしゃるわけじゃないですか。うん、かそういう方々がしてきた失敗とか、まあしまあ、当時はこれ正しいと思ってやられていた行動の帰結とかを見ると、だいたい別に現代もほぼ変わらんな、みたいな、抽象化された、なんかね、あの、死者みたいなのが得られるわけじゃないですか。うん。 なんかそれを見るとすごくあの身が引き締まるというか、うん、あと単純に面白いえやっぱ人間最後そうなるの、うん、みたいなのがすごい面白いから好きかなえー、激しく同意なんだけどだよね <laughs> うん何かそうだよね昔も今もこう抽象化してみるとあんまり変わらないなみたいなのを見るの結構楽しいなと思うんですけどなんかど,どの時代とかどの 王様とというかか偉人が好きとかありますあそれで言うとあの中国なんかやっぱり日本日本ってその中華の歴史を色濃く反映されてると思うんですよね。なんでやっぱ中、うん、でかつ中華ってあれじゃないですかその世界最大国家で、まあ、過去は世界で最も反映していた国家で何な,なら、まあ、あの近代近代というかまあ直近もものすごい盛り返してる。 えー、だけどその統治の難易度はずっと難しいみたいな、えー、感じだと思うんですけどでたあの唐の時代の大宗理政民っていうその、えー、まあ唐を打ち立てた方がいらっしゃるんですけどそうその人の話えー、っと「城岸西洋」って本があるんですけどそれとかはなんかあの何ですかねこう リーダーシップとかマネジメントみたいな文脈で言うと、あの本当、名著オブ名著っていうふうに言われてて、なんかそれは結構、なんか、あの、目を開かされる本だったので好きでしたね。うん、性その、上岸、上岸西洋うん、うん、っていうのは、その、理性民が書いたってことですかえっとね、理性民が書いたんじゃなくて、えー、っと、なんかあの、基本、昔の王様ってさ、 自分の発言をメモする初期みたいな人がずっといてで王様が何かした失言とかも含めて全部メモを取らされて、うん、後世に残させられるみたいなでなんか性格がひん曲がった人は<う>なんか俺のその発言を残すんじゃねえとか俺がなんかこうやって怠惰にして残すんじゃねえっつってその,あの初期の人を殺したりして歴史を改ざんするみたいなのをやる人もいたんだけど えっと、まあ、理性民は、なんか四人の、その、彼を戒める、えー、っと、還元大夫っていう、その還元を言う人を四人、自分の身の回りに置いてて、この人たちがなんか、あの全員、なんだろう、えー、っと、あの劉備の軍師。諸葛孔明ですかあ、そうそう、諸葛孔明四人いるみたいな感じなんですよ。おぉ、おぉ、で、しゃ取り。そうそうそう、社外がい取り4人いて、 なんかその4人に自分がこう間違ったことをしないようにガバナンスを統制を聞かせるんですよ。うんうん、みたいなことを、まあ、すごい重要だよみたいなことを書いている本で、うん多分それも理性民が書いたんじゃなくて、その理性民を横で見ているその初期の人が書いた、うんうん、うんうん、そんな本でございます。えー、なんかその本とかその、えーそ、それはどうやってたどり着いたのそれはなんか 僕はあの本を活字で読むっていうのがすごい苦手なんですよ、そもそも。うん。ていうか、普通にこう、何、ジャケ買いとかもしないし、本屋う,うろつくとかもしないんですけど、こう何人か、書評の YouTuber みたいなのを自分の中にリストを持っていて、うん、なんか、その中の1人が紹介してた本で出会いました。うん あのコロナが始まったぐらいの時に、そういう書評 YouTuber を耳で聞くっていうのをヒカルさんから教わって。ああ、俺うんえ、多分ね、2年ぐらい前のフリーアジェンダでも話してる気がするんですけど。うん。俺も本読めないからねでか。でもヒカルさんはさ、本屋に行く習,習性があるじゃん。伝え,えてア本屋好き。あー本屋好き。でしょでもね、あーには本屋嫌いなんですよ。は。フ <laughs> はい、僕の中のアーには本が嫌いなんですよ。え、そうなんだ。そう。なんで僕はこうディスカバリビリティみたいなのがめっちゃ低くって。本は嫌いになっても本屋は嫌いにならないでくださいよ。本屋行かねえんだよな、だから。マジでそう。なんで僕はまず YouTube で出会って、音で聞いて、え、えー、やんってなったら、k i n d l e でポチるみたいなうん。そのルートっすね。まあでも、わかる。まあ、YouTube は本当にね、便利というか。 うん、え、なんか、おすすめの書評の人とかいるんですかあ、でも、ナンバーワンおすすめは、アバタロウさんっていう方がいて、ねはい、どうも、あ<の>アバタロウですあ。そう。えアバタロウご存知知ってますよ。もうあ、あの、あの BGM が頭に浮かんでますもん。<laughs> アバタロウさん経由で僕は、その、上感声優も知りましたね。えー、あと、最近はちょっと取り扱ってる本が、すごい古典が多いんですけど、古典はちょっとね、読もうっていう気にはならないんだけど、 まあさっき僕が言ったあの歴,史が歴史が好きというよりは、その思想が好きとか、人のストーリーとか、群像劇が好きみたいなもの文脈で言うと、古典ってやっぱそれ,それが書かれてるんですよね。だって頑張って読まなくてもその人が解説してくれるんで、結構もうその辺は耳だけ摂取して楽しん、うん、楽しんでるっていうか、なるほどなるほどって思ってるって感じですね。なるほど。うん。なんか本ってでもなんであんなに長いんだろうね。いや、これ言ったらめちゃくちゃ怒られる気もするけど。いや、重いよ。本当に重いよ。 うんうん、す,すごいなって思うけど、ちょっと長いよね。いや、長い。ニュースピックスが出してる本ですら僕長いって思う。こんなペラペラなのいやね、なんか、だからさ、いや、その、話題の本とかやっぱ読みたくなるんだけどさ、あの、ね、ブラックスワンとかさ、読みたいじゃんかっこいいから。ああ、読みたい読みたい。<laughs> 分厚いんだよ、みたいな。わ <laughs> かる。分厚いあれも僕は YouTube ですね。YouTube、なんか、めっちゃ読みたい分厚い本については、あの、 ブラックスワンとか、あと、ゼニオキレとかは、手元で持って読んだんだけど、<や>無理なのよ。読み切れない。わかんない。なんで、どうするかっていうと、うん、えっと、ミゼニオキレで、まず YouTube でググるの。うん、で、一人じゃなくて、5人とか10人分聞くのよ。わかる。で、共通で言ってることを抽象化して覚えるみたいな。な わかる。てか、今、分厚くて読みたいけど、分厚く読んでない本で、そのゲームインザスキーめっちゃ言いようと思った。<laughs> あれさ、<laughs> でもさ分厚いけど、言ってること結構短いでしょ、多分。そう。あの、てか、まあ、タレブはめっちゃ本質的なことしか言ってないんだなっていうのを、その2、2冊分かける10人の YouTuber なんで、20YouTuber から学びました。<laughs> てかさ、あの本が言ってることってさ、<laughs> うん。未然に起れってことよね。いや、本当にそう。あれね、タイトルかなは素晴らしいスキーインザゲームは。 <laughs> タイトルだけでええんちゃうかっていう。<laughs> ね。うん。うね、パンチラインだよな。あの,あの日本語和訳は結構パンチラインというか、上手だなって思いました。うん。事前きでね。うん。ちょっと僕、最近、僕もの歴史をちょっとちゃんと理解したいなと思う、素敵気が出てきましたね。でもやっぱ、古典ラジオから入るんじゃないですかそういう人たちを。ああ、確かに。 僕ね、古典ラジオやっぱ離脱しちゃってるんですよね。なんでだろうな。僕も最近あんま聞いてないな。うん。僕今一番勉強したいなって思うの、勉強っていうか、なんか知りたいなと思うのは、うん、なんでこれをちゃんと今まで知ろうとしなかったんだろうって今すごい自分の中で後悔というか、あの、驚いてるんですけど。はい。明治維新。ああ<ー>。これはやっぱ知っといた方がいいなって思いました。あー。 なんかさ歴史勉強しようと思った特に日本史勉強しようと思った時に一番入り口になりやすいやつじゃない明治維新。うんね、いやほんとそう。偉人が多いというか。偉人が多いしなんか結局今の社会システムって結構ほとんどその時にできたものから変わってないから理解はすごいしやすい。うん なんか平安時代とか読むと多分よくわからないこといっぱいあるけど、なんでそんなのやってるみたいな。それは面白いけど、明治維新は、あ,あこれ今もあるあれじゃんみたいなのが結構多い。まさに。うん。しかもその、なんか、割とその記録が残ってる時代じゃないですか。確かに。なんで、うん、ん深掘りしやすいっていうところもいいんじゃないのかなと思ったんですよね。うんうんうん。僕もなんかそ、その、なんていうの、幕末から明治維新だったりって、 すごい好きだし、あの、例えば高杉晋作とか、ああはい、古典ラジオの入りで聞いたのがそこだったんですけど、うん。あの、そ、で、高杉晋作の近辺に出てくる、えー、っと、偉人たち、もう名前がポンポン出てこないわ。朝ダメや。桂 <laughs> 心とか。<laughs> あ、そう,そう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 。とか、なんか、そ,その辺が何,何を考え、何をなそうとしたのかみたいな話とかは、うん すごい入り口として最高の読み物、うん、だとは思うんですよね。確かに。なんか結構そういろいろ、なんか最近、明治神に興味持った服としては、高杉晋作とかっていう、そのな、なんだろうな、開国とかをしたドタバタの部分っていうよりは、うんうん なんか、まあ開国しました、世界標準になっていこうとします。で、今までその、うん、いわゆるその半島地だった、その分散型だった権力システムを、まあ、明治政府っていう中央権力に<ー>集中していくために、システム作りますみたいな。うん、うんうんうん。なんかそこら辺を結構今読んでて、うん。まあそのベースとして、僕あんまり、その国の政治のこと知らんなと思って、うん。 なんか、官僚とかって、なんでいるみたいなふうに思って調べてったら、うん。なんか明治維新の話になってしまったんですね。なるほどね。うん。すごい。あなんかこうやって確かに国会とかってできたのかとか、うん。こうやっていわゆる官僚組織ってできて、なんか昔の国務省が総務省になったのかみたいな、なんかそういう、そういうのがちょっとなんか、あ、うん、国ってこうやってできるよな、みたいな。あ、ほら、感想なんだけど、確かになんかた、例えば東文とかね。 あそうそうそう。何、うん、にこう戦争して勝った側が権力握りましたっていうだけじゃなくて、その後にこうどう統治システム作りまっかみたいなところが、肝を負う肝、んまあ、なわけじゃないですか。うんうん、でもなんか例えばその中国の歴史とか読むと、やっぱどうしてもその戦争みたいなところとかに、うん、ま勝った負けたり結構フォーカスが当たりやすいけど。確かにそ。そういう国務の部分ってすごい、 なん,ていうんですかね。結局今生きてる世の中を知る、知ると思ったら、まあ、どっちかの戦争よりは国務の方が全然関連が深いわけで。さすがデジタル光るや。そのあたり面白いです。あれはその、あの、WW2 以降の GHQ がその日本の、その要は明治維新後の国務に対して何をインジェクションしたのかみたいなのはいや、全然知らないです。 僕も知らないんですよ。あ知らないんかいある種、いやいや、規制をかけたって話だと思うんですよね。うん、例えば、憲法みたいなものを打ち立てて、その、なんか、要はアメリカと日本の関係を、まあ、日本の国内の、その、システムじゃないですか、憲法って。うん。によって、なんか、ある種、こう、ハレーションが起きにくい形で規制をかけたとか、あの、そういう、こう、ざっくりはなんとなく、あの、想像できるんですけど、うん。 多分日本の歴史で大きいの。近代史で言うと、その2個なんじゃないですかね。明治維新と、その WW2 の後の GHQ の介入みたいな。その2個で何がどう考えられ起きたのかみたいなのを知っておくと、うん、その、いや、この後私たちってどうやったら変わる、変わりうるんだっけとかあの、今あるシステムの弊害はなんで起きてるんだっけってどこの理解とか解像度上がりそうですよね。うん、そうね。うん。でもさ、憲法とかさ、 うん、な、なんでもっとちゃんと学校で教えてくれなかったって今結構思ってて。確かに。いや確かに、教え、教えてくれたのかもしれんけど。いや。うん、なんか、あれがめちゃくちゃ、すべてオブすべてだったりするんすよね。うん,うん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 。うん、なんか、ちゃんと俺も理解してるかって言ったら怪しいんだけど。うん。結局、なんか、その、今、日本だったら日本っていう国で生きてる中だから、こう、ミッション、ビジョン、バリューみたいなやつ全部あそこに書かれてるというか。ああ、確かに。 なんか、あれが全て前提となってるみたいな。そうね。のに、あんま知らんなっていう,う、ね。あとなんか、すごい今、世界眺めたら、すごいイシューがいっぱいあるわけじゃないですか。例えば、あの、あの核うん。その、結局のよ、<核>結局のところの抑止力って、今、核保有をしてるかどうかみたいな、その、うん、あの、なんだろう、その、他国に対する、 その自国が持ってる最大の調整能力って核を保有するかどうかだみたいな状態に、うん、まあまあ半分ぐらいになっちゃってるわけじゃないですか。うんうんうん。なんかロ,ロシアとかはね、まああれだけそのウクライナにこう攻め入ってなんだかんだとかやって、えっ、ー、と、なんだっけ、WHO じゃねえわ。<laughs> WHO? うん。<笑>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 まああの、要は西側との、西側とこう牽制状態にあるわけですよね。<laughs> な、NATO ですか <laughs> ?NATO ですわ。NATO ですわ。<laughs> <laughs> <laughs> NATO ですよ、なんか西側とはけ制状態にあるけど、まあ、いやなんか単純なその経済力とかで見たら、歴然の差があるけど、まあ、一本、ロシアが核を保有してるっていうだけで、まあ、NATO ってこう簡単にそこに対して、えーっとまあ、強い調整力を利かすことはできないっていうのが、まあ、ざっくり見えるわけじゃないですか。うん、北朝鮮とかも同じような状態ですよね。 まあ核さえ持っておけば、なんかギリギリまでは暴れて良いっていう状態ですよね、うん、きっと。いや本当にね。で、じゃあ日本って比較三原則みたいなの言ってるけど、<の>え、それ本当正しいのみたいなのって、まあどっちかっていうと小学校とかだと、日本は核を持たない素晴らしい国なんですとか、戦力を持たない素晴らしい国なんですっておっしゃるけど、ほんまかみたいな。うん。考える材料を与えてほしかったですよね。そうっすね。うん、なんか、核じゃなくて核なんじゃないかって聞きながらめっちゃ思ったけど。<laughs> 書くやろえちなみに山本さんって青森出身ですよね。青森出身ですよ。なんか俺聞いたことがあるんだけど、その日本の、うんうん、日本があって、日本の周りの海ってもちろん日本の領海じゃないですか。あその話なあ。知ってんだ。うん。その話な。その話有名なの有名だよ。青森県人全員知っとるよ。俺この前聞いてす。 え、そうなんや、知らんかったって思った。うんうん。えー、あ<の>じゃあもういい、<の>じゃあもういいや。<laughs> 多分これ、リスナーキョトンですよ。<laughs> そうやね。あの、不活三原則のために、なんか、その、うん、津軽海峡の一部は日本領海じゃないってことにしてるってやつ。そう。そううん、あそこの真ん中だけね、ここ、何、北海道とこの青森、うん、この間のちょこっとしたここだけ通れるんですよ、誰でも。うんうん。うん 核持った船が通った時に持ち込ませたって言われないために、うん、そこは日本じゃないですってなってるみたいな。うん、そうなんですよ。あれめっちゃびっくりした。いや、なかなかね、いや、そんなのさ、線も引いてるわけでもないのによくそんなバーチャルなものをね、にこう人間ってこう正しいものであるみたいな信じ込めるなっていう集団虚構の世界ですよね。うんうん、まあ、核じゃなくて核だと思いますけどね。<笑><笑>え、それ辞書に書いてある <laughs> いやわかんないけど,ど、どうなんだろう。角ってさ、将棋のさ、<laughs> <laughs> 飛車。飛車格格、角。うん。角だと思うけどな、どうえ <laughs> あ私、そういうところがある。うん。いや、そういうとこは嫌いじゃない。うん、<laughs> もう、話が入ってこない。角 <laughs> <格>。角 書くやろみたいな、ずっと思ってて。斜めにどこまでもいけるやつね。うん、そう。なんか、NATO との、なんか、行使力がうんぬんいったけど。書く。NATO に対して、こう斜めになったらどこまでもいけるんですうん。なると馬になるんだよね。そう、なる。縦横。そんな感じです。はい。こんな感じです。はい。ありがとうございました。ちょっと、あの、歴史の勉強しようと思います。はい。あの、デッチャー光る。 頼んで。<laughs> ありがとうございます。バイバイ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ヒカルさんからデジタル庁の話が少しあったと思うんですけど、ちょっとここで宣伝です。改めまして、フリーアジェンダーのコミュニティあるんですけども、こちらで今月からコミュニティ限定の音声も配信することにしました。イエーイ。というのも、2人がですね、話したいネタはあるんだけど、ちょっとあまりにも公にするのにははばかられる。 でも話したいみたいなネタがいっぱいあるみたいなことからじゃあそれはコミュニティ限定にしてみようとなったことがきっかけですまだちょっとどれぐらいの頻度で配信するかわからないんですけれどももうすでに実は1本公開しておりまして中身がちょうどそのデジタル庁の、まあ、裏話でもないんですけど裏話に近いような内容になっていますもしよければあの毎月講師なので明日から7月1品なるのであの 興味ある方ぜひ入っていただけると嬉しいです。もう少しちょっとコミュニティ活発にやっていきたいなというふうに思ってます。あともし毎回私のこの話聞いてくださっている方がいれば、ちょっと先週あのごめんなさいなんですけれども、ボツ話公開しますと言ってましたが、ボツ話はボツ話となりました。失礼しました。ということで次回予告なんですけれども、次回はいただいたお便りにお答えしてます。2人の読書方法についてお答えしていますので、次回もお楽しみに。 ではまた次回お会いしましょうバイバイ。